千場山は鳥取県東白郡琴浦城にある標高687メートルの山である。千場山は大仙山,山系の一つで古紀大仙火山の活動によって噴出した溶岩流が長い間の侵食によって削られ得意な山容を形成したと考えられている。あるいは古紀大仙の活動によって生じたカルデラの外輪山とする説もある。長部は 広くなだらかだが、その周囲は、急峻な斜面となっていて、特に東側斜面には、溶岩が冷え固まって形成された険しい断崖が、数キロにわたって連なり、病部岩と呼ばれている。この山溶が、船底の形に似ていることから、戦場山と名付けられた。病部岩、病部岩には、戦場滝という滝がある。病部岩の南の勝田川には、 マスカエシ滝という滝があり、その上流には一枚岩渓谷という渓谷がある。鳥取県立線上野山少年自然の家山腹の勝田川流域には、離水目的の千城山ダムがある。千城山ダムから登る登山口には、千城山万本桜公園があり、毎年4月に、千城山桜祭りが開催される。公園内には、食事や土産を販売する店舗や、 社会教育施設である鳥取県立線上野山少年自然の家が併設されている。また、大仙沖国立公園にも指定されている。仙さ山は山岳霊場として和道年間に尺へ上人家、磁釈上人によって磁釈寺として回帰されたと伝えられる。南北朝時代の初めには沖を脱出した五代醐天皇を後期の豪族、 縄長都市が迎え、戦場山に暗宮を築いた。古代醐天皇法の縄長都市と鎌倉幕府法の佐々木清高との間で激しい戦いが繰り広げられた古戦場である。山頂付近の川ヶ原には暗宮碑がある。1932年に国の史跡に指定された。ありがとうございます。